峡谷を駆け抜けるトロッコ電車の車中から眺める峡谷はまさに絶景です。豪雪地域であるため運行されている直前の冬の景色をお楽しみくださいませ。トロッコ電車は宇奈月駅が出発地点です。ここを起点に秘境黒部峡谷の旅が始まります。宇奈月駅から欅平駅までトロッコ電車で約1時間20分です。
口が大きく口を開き、人を飲み込むように見える、迫力満点のスポットです。名泉温泉、岩の露天風呂が素敵。日帰り入浴や食事ができます。入湯料金は大人750円です。